私は40過ぎても今もなおスケートや横乗りが好きな親父です。シンさんは著名人であり、有料な実績を多々持ってながらも謙虚な姿勢にいつも感動してます。質問です。サーフィンもしてますが、40過ぎてもスケートを続けてもいいことですよね。最近年齢的に周りの目が気になりだしまして、うちの子供の公園遊びの陰でひっそりやってる現状です。シンさん、昔マービーズランプで滑ってましたか？デジタルコンシャスさん、ご質問ありがとうございます。40過ぎてもスケート、続けても全然僕はいいと思います。なんならスケートボードというカルチャーを一生かけてずっと楽しむ人たちが世の中に出てこないと、だからスケートボードをずっとやって人生を、生涯を終える人とかがたくさん出てこないと、本当の意味でこのカルチャーが人類に、社会に根付いたものにならないと思うんですよ。なのでスケートボードが好きな人はいつまでもスケートボードを好きでいていただきたいなと思います。もし年を取って乗れなくなったとしても好きでいてほしいなっていうふうに思ってます。いやでも気になりますよね。やっぱりまだまだね、スケートボードの文化が若い人たちのものだったりする側面があるので、あと大人になってスケートボードだけをずっとやってられるほどみんな単純じゃなくなってくるんでしょうね、やっぱ人間って。まあそれも一つの成長だとは思うんですけども、でもずっとスケートボードが好きっていうその気持ちは本当に素晴らしいと思うんで、ぜひ、続けてください。逆にこういう大人の方が堂々とスケートボードをすることによって、若い世代も、あんな大人になってもスケートボードって続けていいもんなんだみたいな常識に塗り替わると思うんですよ、どんどん。そういう人たちが増えれば。なので今スケートボードが好きな若い人たちがいつまでもスケートボードを好きでいていいんだって思えるように、周りの目を気にせずガンガンスケートボードに乗ってほしいと思います。マービーズランプって、あのカンパチのガソリンスタンドにあったミニランプですよね。いや実は俺がスケートボードを始めた頃にはまだギリギリあったんですけど、昔のデビル西岡が作ってたオリジナルオーリーマガジンあったじゃないですか。あれによく載ってたじゃないですか。俺の一つ上の世代のプロスケーターの人たちが滑ってる姿とかはそういう雑誌とかでもよく見てたんですけど、実は俺一回も滑ってないんですよ、マービーズランプ。でもマービーズランプのことを知ってるってことは、昔からスケートボードカルチャー80年代後半から知ってる方だっていうのがもうその一発で伝わってきます。もうこの時代からずっとスケートボード好きってことはもう分かってますよね。親近感を湧きました。ありがとうございます。いつか一緒にスケボーしましょう。よろしくお願いします。質問ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。